はい、どうも、へそぼです。ということでですね、今日もマリオカートツアー攻略やっていこうと思いますよ。で、今日の攻略なんだけども、ベビーピーチカップということでね、ここを攻略していこうと思いますよ。まだもうね、全然やってないサラッピンでございますので、こちらを軽く攻略していきたいと思う。まずは、この RMX バニラライク 1R なんだけども、こっちをクリアしていきたいと思う。どっちにしようかな。デイジーだよね。そりゃデイジーだよ。レベル2だもん。よし、これでいこう。いつもデイジーすまねえな。こんな寒い中よ、浴衣で走らせちまって。すまねえな。OK。今すげえミスった、俺。スタートダッシュミスったね。60ってことは。あれありがたいよね、いつも思うけど。なんかさ、マリオの敵キャラが使うあの技。多分、うまいことこうやると、あそこを全部コイン取りながら多分流してけんだね。このようにね。ああ、一個ミスりました。一個ミスりましたけれども。けれどもよ。イメージとしてはあんな感じだね、きっと。悪質。悪質。今いい感じに通れたとか思ってたらさ、バレないだろうと思うような勢いでよ。よし。最後なんとか。あー、これあれだな。まだちょっと改良の余地ありだな。次ここでツアーするんだったら。まだもうちょっと改良の余地あり。多分1万2000ぐらいまでいけるわ、これ。そうそうそう。これね、お気づきの方も何人かいると思いますが、すべて初見だからね。一回やってデータ消してやってるとかそんなことないからね。全部初見でやっておりますので、初見なりにこう攻略してるというところをお楽しみいただければと思いますよ。DK スノーマウンテン。ほんとね、こんな雪道でさ、こんなスピード出して走っちゃダメだよ。もう、事故るよ、ほんとに。うーわ、弾来たよ。あの弾俺超苦手なんだけど。やだね、やだね、弾がね。行くぞ。うえあ、なんかコインがいっぱい落ちてる。コインがいっぱい落ちてるタイプのコースなんだね。実はね、俺、こいつもあんま得意じゃないんだよね、実は。実を言うと。なんかもう緑コーラをどてっぱらにぶち込んできたやついたぞ。うわーもううわーもううわーもうほらねほらね、俺さ、なぜかわかんないけどさ、このボムキンやった時絶対なんかこんな目に遭うんだよね。なんでなんだろうか。ボムキンとの相性が悪いからなのだろうか。おいしょ。あ、もういつの間にかもうビリだよ。なんかさ、俺の運転がはちゃめちゃ以前にさ、なんかボムキン遅い感じしない？俺だけ？なんかね、遅い気がするんだよね、俺。いった。
で、2位ってわけね。2位ってわけね。うん。でもこれ7700だけど、多分これ9000とかでしょ？星全開のコンプリート。そんな気がするよ。うん、やっぱり9400。もうね、もうマリオカートやりすぎて大体こう読めるようになってくるっていうね。気持ち悪いですね。このマニアっぷりを発揮していく感じ。お、ピンク兵法はもういつでも裏切らないな、こいつはな。うん、いいやつだ、ピンク兵法。よし、やってやるぜ。これ、幼き日にスーパーファミコンで走ったことある気がするよ。あ、今、ジャンプポイント、華麗にスルーしてしまった。懐かしい。羽があれば、あそこ飛べれるんだけどさ、飛べないよね、羽ないから。羽っていつからなくなったの？あの、ちょっとだけ飛べるっていうやつ。あ、怖かった。怖かった、今。怖かったバナナ。お、金がなんかばらまかれてある。ごめんごめん、もう最後だからなと思って投げたやつなんか当たっちゃってごめん、ピノキオ。まさかのポイってなんかポイって後ろに投げたら当たっちゃった、ごめん。もうついついだよ、もうついついね、もうあわよくば感で投げちゃった、ごめんね。うん。ということでラスト、コンボアタック。コンボアタックってなんだっけ、コンボつなげればいい感じ、そういうやつ。いいだろう。良くない、良くないよ。これは良くないね。行くでしょ？行くでしょ？この斜めに沿っていって、ここ通って、で、ここでジャンプ。ここ切れるからジャンプ。ジャンプ。あー、ミスった！ここだ！ここだね、多分ね。あー、切れちゃった。切れちゃった。今、あれだね。もうちょっとキノコ取っとけばよかったね。多分そういうことだと思う、今。しょい。これ多分フルコンボいけたんじゃない？多分そういうことだね。ほら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 、もう最大コンボ数30だもん。きつくない？いきなり30はきついでしょ。もう絶対切れないから大丈夫ですよみたいな、もうそういうこと。きついな。コイン、コインを。あー、ミスったー、ミスった。ダメだね、今のはダメだね。むずい、これはむずいね。あーっと、あのジャンプアクションのとこ全然たどり着けないんだけど。これさ、30ってほぼほぼフルコンボペースじゃない？18。なんか全然なんか取れてないな、これ。取れてないな、これは。いくないよ、いくないよ。
よし、次こそ行こう。ここで行くじゃない。ここ、あーちょいちょいちょい、あ、そっか、これシンプルにさ、多分シンプルにただ単にコインを取り忘れているからこんな目に遭ってるだけな気がしてきた。ここで10でしょ。おし、なんかわかんないけど30いった。いやー、ということでですね、なんとかかんとか30コンボ行きましたね。何やってたんだろうね今まで。もう寝てたのかなという感じでですね、ベビーピーチカップ制覇ということでですね、お送りいたしました。よし、これであともう一個ツアーがこの後またできます。ツアーじゃないや、カップができますんで、それクリアしたらば残り2日間かけてこのね、今現在3位につけてるこの順位を1位に向けて近づけていきたいと思いますよ。それではまた。